どうもどうも。今日はどういうルール？どうしましょうね。どんなルールがいいですか？日曜適当にやってます、本当に。でもまあ今日みんな強いからな、何でもできるよ。あ、コマさんもいた。ストフェスルールやる？いいよ、やりましょう。で、ソフェスルールさ、結局誰も申告してなかったじゃん、はい、あれでいい？いいじゃあタイムアップまで、いいけど、あ、まあまあ X はそんなに長くないからいいか。じゃあソフェスルールでトーナメントを行いますので、皆様よろしくお願いします。負けるあるよ。はい、じゃあ皆さん、準備整い次第始めますのでよろしくお願いします。あ、入れてる入れてる。僕もう歌舞伎くんと練習してたから。いや、違う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 、今鉄拳やってたから。強かった。じゃあ皆さんやるので、そろそろ準備お願いしやーす。ストフェスルールダブルイルミネーション形式作成と。なんで毎回これやんの？毎回なんだよ。あ、ゆずる入れてねや。ということで 1,2,3,4 川又くん来るの？来る来る。 OK。 よし、じゃあかぶせありのキャラクターも後決めありで行いますので、いいですか？のじえ、とりあえずストップでお願いします。誰か他に追加で来るとかあれば教えてください。X イベントを参加する人いませんか？ X イベント参加する人いませんか？いなければやっちゃいます。
ではトーナメント決定していきます。全出席入れてる入れてる、うん、シャッフルシャッフル。今日15人なので1人だけシードですね。はい、お川又シードちょうどいいですね。はい、金子対瀬尾から始めていきましょう。はい、瀬尾くんは いるんでしょ。瀬尾くんは配信カーで来たんだよね。配信カーにいた瀬尾くん、配信カーで一緒に来たんだよ。あ、いるよね。何やってんのよ。あ、じゃあまあ飛ばしましょう。ファイブやってる。じゃあ飛ばします。2回転対青葉からですね。誰かマイクお願いします。あ、その前にまあ瀬尾くん終わったら来てください。ここに貼ってサソリっぽい笑い声がする。あ、サソリさんどうなん、いないの、サソリさんいない、いないらしい。よし、じゃあ行きましょうかね。はい、ではマイクお願いします。もみおです、よろしくお願いします。まあ、2回転さんが試合なんで、私がマイクを握ります。1回戦が2回転さんと青葉さん。さあキャラはどうしましょう。あ、カビ君お疲れ様です。お疲れ様です。先日はどうもありがとうございました。 ありがとうございましたいや、まあ、本当に良かったです。本当にもう本当にこっちも勉強になりました。ちょっと待って、お願いします。お、バルログバルログこれは青葉バルログ対2回転バルログ どっちがどっちですか。どっちだこれ。 1P がちょっと筐体トラブルみたいですね。はい、なんかトラブルですか。青葉さんが黄色い方、青葉さんが今黄色い方でした。あ、強パンから、強パンってことはターボだからちょっとなんか黒っぽいやつ。あ、2回転さんがターボから、なるほどなるほど。1回戦が金子さんと瀬尾さんちょっと飛ばして、今それで、そうですね、こっから2回戦だと2回転さんと青葉さん、はい、で次は俺が、お、本当だ、ゆずるもみお、はい、その次俺じゃん。かべくん、しろうさん、ちゅうさん、かわしむさん、ひでハイジン、坂本コマ、はい、なるほど。これは完全ストフェスと同じレギュレーションで、あ、そうです、あの、ね、ストフェスと全く同じレギュレーションでやります。いや、今ボタンチェックです。ボタンチェックで、はい、ストフェス、もみおさんはどうだったんですか。僕はウィーナーズ決勝、ルーザーズ決勝で負けました。ああ、じゃあ俺と全く同じじゃないですか、はい、そうですラグっすわ。負けるとまあ悔しいですよね、やっぱり。もうね、単純に技が出なかったんですけどね。いや、もう、はい、僕もまあ、いや、僕はほら、ラグがあるっていう話を聞いてたから、はい、とりあえずもうあのリバーサー出ねえだろうと思って、はい、どん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 埋めてたんですよ。ああ、そうなんですか。そしたら最後リバーサー出るじゃねえかって負けました最後出て負けるっていうのがまた出て、そう、まあまあまあ、まあ何言っても言い訳ですからね。いやいや、まあ今回はね、やっぱ家庭をやってない人にとってはちょっとまあ新鮮な感じでやれたというか。そうですね。
アケコンと、はい、あの膝置き、膝置き、そうですね、うん、けどね、結構立川ゲームバー最近できて、はい、そこでちょっと練習したんですよ。あ、そうなんですか。花丸さんと、はい、いやちょっとな、練習したんだけど負けちゃって、まあまあまあ、僕全く練習してなかったですね、まあ、いやいやいやサードとゼロスリーもやったんですけど、はい、やっぱダメでしたね。そうですよね、うん、もうサードなんて光ってるように処理されて終わりましたからね、X ぐらい早く終わりましたよ試合あれ。僕当たったの、あのイブキなんですけど、イブキ、イブキ、はい、全く分かんなかったですねだ、急になんかめくったりとかされて、ああ、いや分かんない分かんないって言いながら死にました、はい、ですよねなんかそうそうっていう、まあスト2ないですからね、あんな動き、うん、ないですね、はい、いやけどさあ、ゼロスリーとサードも1回ぐらい勝ちたかったな本当。僕はゼロスリーはもうガチ勢と当たってしまって、そう死にましたね。ねえ、もう僕もルーザーズであのガチ勢の人と当たって、うん、でもう何もできずに、まあ、勝ち上がったら必然的に当たっちゃうんですけど、まあ、1回戦からですよ。そう、1回戦それはね、もう、うん、それもう、ああしょうがねえなって感じに、ね、なっちゃいますよね、まあ、しょうがないですよね、うん、本当にこればっかりは。まあでも今回 X デーがかなり多かったんで、そうですね、うん、あの X デーが他のあのゲームで戦ってるのを後ろから見るのがちょっと面白かったです。うん、そうですね、あの人このゲームやって、あ、結構強いじゃんとか、あ、この人 X はめちゃくちゃ強いのに、はい、おかげだと全然ダメじゃんという人もそういたんですか、うん、いましたいやそういいな、そう、うん、僕も X勢と当たりたかったですね。そうですね、本当に。さてさて、まだもうちょっとかかりそうな感じですかね。はい、あ、はい、もうすぐ。これキャラはもう一回選んで OK っていう感じなんですかね。あ、スタート、はいはい、あ、そっち、あ、スタート連打で、あ、連打してほしいみたいです。それでは仕切り直しで始めていきましょう。はい、キャラはまたキャラ選び直し、選び直しな感じですかね。一緒、はい、一緒。あ、青の方が、あ、黄色の方がニカさん。いや、ターボカラー、あのちょっと黒っぽい方がニカさんで、はい、あ、そうか、ターボカラーがニカさん、はい、腰布が青い方が青葉さんですね。あ、そうですね、はい、バルバルか、いきなり、いや空中殺法わかんねえんだよな、これも解説するあれがないんですけど。ないっすよね。けどまあ、お、ニカさんのバルログの方が勝ちましたね。何も分かんなくてすいません。いやマジで分かんないですけど。まあそうっすね。おお、これは早出しの爪がいい感じだったのかな。おお、これは、おお、あ、やっぱこういうのか。おっと、これ家でやったら喧嘩になりますよ。さあ、青葉さんが、ただ、わあ、まあまあまあ、そうですね。露骨に行きますね。ハイクロ強いですね、やっぱ。こんばんは、X ゲーマーこんばんはです。おお、うまい。さあ、テラしっかり2発。おお、上取った、暴れる、正面だった。おー、あー、これは、いや、もう一回二先、はい、もう一回でいきます。これキャラ同じでもいいんですが、キャラ同じでも OK です。何でも OK です、キャラ。S 剣、はい、S 剣、青葉さん、S 剣ですね。ゲームサウンド、ミュージック、ゲームミュージック、あ、なんかちょっと、はい、これずれてるっぽいですね。ゲームマイク、マイクサウンド、なんかずれてるっぽいですね、ゲームの音と動きが。ゲームサウンド、あ、音の大きさが、音の大きさが
なるほどなるほど。ちょっと分かんないので後でちょっとミカさんに直してもらいましょう。まあ、この試合はちょっと我慢で。さあ、空達から味覚に下段でしたね。これって、おっと、露骨にゲージ溜めてる動きが、ね、うわー、分かんない。さあ、これ分かんない、リバサが出ないと死んじゃうやつ。いや、こっから全然、まあ、投げに行ったんですけどね。おっ、竜巻。ああ、ちょっと今今なんだろう。お、竜巻なんだ。へえ、なんかあるっすね。ありますね。ああ、死ぬ、あ、死んだ。拾った。ええー、あ、ちゃんと3段入ってる。ギリ行った、ギリ行ったけどダメだこりゃ。竜巻殺法ダメだ。さあ、Sケンで勝って、さあ、ニカさん、これ、まあ、バイソンじゃないですか。バイソン、ダルシム。マジかよ。ニカダルシム、警戒弱いから。見たことあります。あ、まあ、何度かあります。何度かある。ただ、S 剣戦は分かんないです。そうっす。あ、確かに、まあ、ね、まあ、動かせるとは思いますよ。まあまあ、そうですよね。まあ、選ぶってことはそうなんですよね。まあ、受け身がないんで安定ですね。これ S 剣より X 剣の方がやれるんですよね、はい、逆に多分。やっぱり膝、膝、やっぱ膝なんですよ。ただ S 剣もあの鈍い竜巻がある強みがあるんで、ガードのやつですね。そうですね、あれ食らうとピヨっちゃうんで。今のこのよ、寄せ、そうですね、完全に。仮に多分昇竜通しても投げしかないんで、うん、なるほどなるほど、減らないんですよ。あ、膝だったらワンチャン死にますけど。これは露骨に、おっと、立ち上げ結構スカル。うわー、昇竜、昇竜、さあ死んだか。あれ、中達、うわー。あさあ、クイが残るぜこれ。残らないそうです。おお、竜巻は置けないんでね。さあ、 S 剣も飛ぶしかない。投げ、投げ、受け身は取ってる。これで終了なんですよ。うおお、あ、死んだか。お、2段だけ。うわ、何かし、インテルの、ああ、中キック。あ、勝ったのはニカさん。いやー、かぶせクソ野郎だったわ。じゃあ次、もみおさん頑張ってください。はい、ゆうずるさんともみおさん。なんか音がちょっと、音がなんかちゃんと良さそう。ゲームサウンドがでかい。なるほどね、ゲームサウンドがでかい。ゲームサウンド下げました。かなり下げました。青葉立つオールプレイ、はい。ずっと竜巻やってるぞ。さあ、ゆうずる対もみお、はいはい、これはもう真っ当な、まあ2人と真面目ですからね。ちゃんとあれですか、ミカさん真面目じゃなかったってことなんですか、今の。僕はかぶせられるルール絶対かぶせません。ってことはこの2人はやっぱいい勝負するんですよね。あ、もみおの頑張りをゆずるがさばけるか。ただこれってカード的にはなんか、まあ、いい勝負、もしくは残機ちょい有利かなぐらいだと思いますよ。やっぱ残機なんですね。割とあの立川でも、うん、あのセロファンさんに、はいはいはい、割とあの飯沼さんがいじめられてるのをよく見てる。あー、飯沼くんはねちょっと足んないかな。でも、まあ、DJ は端に落ちめるとすっげー楽になるので。あー、そうなんですね、はい、割と、あー、
そうか、このうまい、シュースクリュうわ読んで、うわぁ、繋がってる、ちゃんと素晴らしいですね。あ、農業がベスト8で非常に良いプレーをしたと、はい、あ、ベストパフォーマンスって書いてますね。あ、本当だ。これはあのさっきのストフェイスの方で、はい、あー、なるほど。まあ、農業さんはね、芸術品ですよ、あれは芸術品。永田正月と並んで人間国宝にしていいと思ってますね。スト2人間国宝、はい、あ、ないっすね。おっ と、あれ、なんと無責任なジャックソバットが。しかもジャックソバット割とガードされても何もなくないですか。ないですね、残業ないっすよね。でも横ためがない状態で、はい、次の読み合いをしないといけないんです。横の下もないじゃないですか。はい、ガードされるとだるいっすね。なるほどなるほど。あー、うまい。あー、あ、こうやんだな。僕もたまに DJ ちょっと今練習してんすけど、はい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 、ね、やっぱね、負けるんですよ、残儀。あのエアストラを先に打つと、はい、ダブラリが出てくるようになるので、はいはい、そこからっすね。そこからずっとおしばらしやってると、はい、不利なんですよ。不利、まあそうですよね。なんでエアストラが先ですね、うん、この見えない間合いでエアストラ入れたい、はい、これがでかい。あー、これ重ねむずすぎた。あー、いや、今のやばかったな。いや、ゆずれくんもよく投げましたね。おっと、欲張ったか、ミスったか。さあ、ストフェスの感覚にみんな慣れているとやばいですよ。さあ、ここまでゆずれがノーミス。そうですね、端っこを追い込んでエアスラはイエロッチです。あー、リフェットしちゃう。デカキャラの宿命、これは無理だ。ユーグル強いっすね。強い。じゃあ行ってきます。はい、歌舞伎くん対シロ。シロさん、うん、さあどうぞどうぞ。あかんかった。いや、あかんかったわ。あ、今日ルーツアーズあるから。はい、で、キャラクターは自由ですが、本当に自由です。キャラクターはマジで自由です。まあ、シロさんは絶対竜ですよ。バイソン竜、この人主人公ですから。はい、さあ、歌舞伎くんがワンピー側。このね、シロ流の凄さっていうのは多分みんな今の動画勢は絶対知らないんですよね。あー、多分そうですね。ハイパーストスの攻撃をやっていたあたりって、はい、まだ動画文化じゃなかったので、はい、残ってないんですよ、あんまり。あ、そうですね、確かあんまり残ってない印象はありますね。その中で平シロというのが当時別格だったんですよ。別格でしたね、あのところは。もう本当関東のツートップぐらいの。そうそうそう、うん、でジャイさんがいて、マッツーさんが今ほど強くなかったんですよね。あ、機械系系はいい、まあ玉島博士みたいな、はい、クラスさんが辞めてた時もありますからね。カブ君が、おっと、竜巻が当たって、これ見えないですか。見づらいですね。おー、中和シンク、でけー、しっかりヘッドの隙に、そうですね、入れてましたね。素晴らしい。やはり白龍か。次、シュー対カワシムです。シューが 1P。 シロさん、エクサにも出るらしいんで。あ、そう、え、はい、中西さんと出るらしいですよ。え、この人優勝してないの。してないですよ、意外と。エントリーはされてました。マジか。はい、あ、ハイパーストツ準優勝か。そうです、そうです。攻撃は準優勝です。他の X マニアとかも優勝してないのか。意外なんですよね。へぇー、その城さん、平さん時代もなかったらしいんですよ、うん、信じらんないね。まあ、それぐらい強いプレイヤーということで。そうです、そうです。本当に最近かなりやる気になってまた復帰して、うん、まあ、とにかく攻略の突き詰め具合ですよ。
農業さんに負けてないぐらい。そうですね。さあミスったが、ここ色がおかしくなった。埋まってるね。次この試合終わったらちょっと色直しますんで。あ、そうですね、色変わっちゃいましたね。お、どんどん色悪くなってる。ちょっと色が、色が、あ、ピョった。はいはいはい。さあもう一丁アントビから、おっと出ない。さあ出て、昇竜拳しっかりしてる。終わりです。はい、じゃあちょっとちょっとお待ちください。シロさん、これ9番で入れてみる。9番シュウさん、カーシムさん、お願いします。お願いします。カーシムさんもいたよね。いた。ちょっと色がおかしいんで今直しに行ってます。ごめんなさい、またちょっと。シュウさんが 1P だで、キャラ申告すらしない感じなので、さっき僕とモミオはね、バルログダルシムになりそうだったっていう。何選んでもいい。 OK なお。 OK です。じゃあ座ってください。シュー・カーシム、まあケン・ダルシムですよね。ケンだろうな。あれガイルだった。どっちが、シューさんが、シューさんが、あれ DJ になった。何それ、あれあれ、逆に逆にさあ獣カード。いやー、コタが強かったな。先ほどはね、コタカさんが、いや、ハジさんもすごいけどね、はい、やっぱキャラ的に長くなるとガエルが有利なんだと思うんですよね。まあそこをこじ開けるのがやっぱ DJ の力ですよね。そう難しい、うん、画面端に追い詰めてからのその行動というか、それがかなり DJ は強いんで。そう、まあやることないよあれ。さあダブル様出しちゃった。出しちゃった。あ、というかこれのマイクの音がでかいんじゃないですか、要するに。いや、音は大丈夫みたいですよ。音大丈夫。端でデザーブウィン、あ、惜しかったね。いやでもハジさん1回取ったのはすごいと思った。いや確かにそうですね。いやほんとね、1回しか勝てません。3回は勝てない。歩き中足とスタブに、はい、いくら張ったところで返すのが技がないんで。あ、ないんですか。スタブは目の前でスカればスライディング間に合うけど、はい、あれ歩きに置いてるんでかなり張りづらいんですよね。ああ、なるほどね。そう、歩き中足は相打ち取るしかないと思う。ってことはガイルが結構安定したタクっていうか。あ、あれ、うん、まあ歩いてるから、どこで歩いてるかを把握しないとダメなのね。だそれが難しいね。さあ飛んでしまった。おいしい。1ヒットは削りにはいかなかったですね。1ヒットは。さあ削り。さあ DJ はカーシムさん。さすがに剣でいかないと。いやー、エッサカじゃないですか。いや逆に困ってる。さあ剣を選んでも、あ、竜だった。竜？あ、竜なの。あー、竜ね。なるほどね。そうですよ、申告なしってこういうことですからね。終流ですね。まあ竜は DJ だいぶ、まあいけますね、剣よりは全然いける。まあ波動、この波動とあと真空波動持った時の波動が制限されちゃうんでね。はい、しかしこの飛びが意外と痛い。あ飛ぶ、全部飛ぶ。出っ放しのショーパンで飛んでた。昇竜相打ち狙いもあるんですかね。なんか怪しいぞ。さあカワシム直伝のスライディングカルキャンエアスラ。そうですね、
さ僕はよく分かりません。地味に移動しながら打てるやつですね、はい。まあ、エアスで、ソバットに化けないのはうまいですよね。うまいですね、確かに。さあ、もう打てないが、あー出ない、対空出ない、逆に対空が出ないという、あー投げに行ったところ、さあ開幕スライディング、あーちょっと球を踏んでしまって、踏んじゃって、さあこれちょっと地獄ですよね、このモードはやばいですね。ここの弱波動レンダーかなりきつい。あ、下がって波動うまい。うまいですね、今のは。飛んでくる。あ、対空がない。対空タッチウッパンだった。さあ、きつい。逆に対空がない。飛び飛んでも大キック一発だけなんで、ちょっと。飛びましたね。引っかかった。さあ、さすがにメインキャラ出すのか、もしくはなぜか残機とか選んじゃうのか。いや、残機ありっすよ。まあ、残機ありっすよ。全然ありです。あ、選んだ。ほら、ね、選んだ。煽ってはない。煽ってはない。聞いたんです、僕は。さあ、ちょっと今のはスクリューチャンスでしたね。落とせたっぽい。あ、もみチャンス。はい。え、次は火で廃人。火で廃人待機お願いします。あ、廃人さえやってる。さあ、結構カーシムさん残機率ちょっと残機がやることなさそうに見えますね。端追い詰められちゃうと結構ダメでしょ。いや、ダメっすよ、ダメですね。この状況は結構辛いですね、うん。大味波動が最も生きる感じで、もう竜の勝ちパターンぐらいの勢いで。そうですよね、うん、画面端はやっぱ重要です、うん。できれば追い詰めたい、追い詰めたいですね、うん。さあ、揉んで、なんかピョーンが出たけど、おっと対空昇竜が出ないが、ダブラリの精度は高いですね。ダブラリは出ますね、かなり。あー今のは昇竜、さあ地獄だ。お、アッパー、いい、アッパーで、いいアッパー。お、飛ぶ、剣っぽい、死んじゃった。さあ、シュウさんが勝ち上がり。火で廃人、煽られたって言われてます。あ、あ、火で廃人、火で廃人、はい、申告なしですよ。さっ、お、お、チュンリー選んだよ。チュンリー選んだから、バルログなのか。バルログ使おうかな。バルログ有利ですよ、このルールは。バルログ使おうかな。竜だった。バルログ廃人、バルログ見たことないもんな。さあ、普通でした。先ほどヒデさんはシロさんと結構やってたっぽいんで。あ、やってましたね。あったまってると思います。あったまって、はい、頭を蹴られる。昇竜出る、昇竜は出る。お、さあ、百裂暴れか。ひどい技が出まして、さあ追っかけて逆あ、なんかホンダフリーズが発生してます、後ろで。いや、フェイローステージで中盤投げするとなります。あ、なるんですね。なんか橋の画面端寄りでも竜だな。ベガだと大体なるよね。竜でもなるんですね。だから正月さんはちゃんと気をつけてやらないようにしてるらしいです。あ、やっぱ意図的にやんないとね。そう、フリーズしちゃうんで。あーっと、なぜか大ゴス前段ヒットしなかったですね。今投げたかったんだろうな。お、またも空突。ちょっとヒデチュンディが押され気味か。お、あれ抜けんの、あれ。さあ、うわ、踏みつけ失敗したけど、ひどいな。なんとかなった。ガードしかないんじゃないですかね。まあ、空振ったの見てマリオパンチじゃないかな。ああ、なるほど。そこまで読めるかな。もう見てからしかないですね。見てからですかね。予測しないとダメ、ね。まあ、しゃがんでたら当たんないから。あ、普通にアッパーとかで落ちると思うけど。なるほど。さあ、テンションを引きつけて当たんない。なんでなんでなんで。ラグ今日は基盤はラグ良くないぞ。
基盤は悪くないぞ。さっき俺カーニバル落としたけど。おっと、回転蹴り。さあヒデリーチ。あ、早出しでしょ。お、竜巻はダメなんですね。竜巻ダメですね。さあこれもきついぞ。さあパナッシャー。さあもうゲージが溜まってる。もう溜まるぞ。さあ対空がさっきから潰されてる。お互いじりじりするが、あーシャガダ痛えな。あー、 あーなんでガードされてない。ガードしたと思ったらニュートラルだった。ガードした宣言。勝ったのはヒデ。あ、間違えた。12、坂本コマ。坂本コマ、コマって S ホンダの方ですね。ニーヤさんですか。違う、ニーヤさんは今配信見てると思います。ニーヤさん配信見てます。1P が坂本サガト、 2P 側が駒 S ホンダですかね。はい、サガット S ホンダ。でも S ホンダ X より S の方がやりやすそうな気が。いや判定がやっぱ違うんで、やっぱ X ホンダと戦ってると思うと多分ダメだと思いますね。ちゃんと S の対策もしないと、サガット側が。はい、そうですよね。あ、1位。多分たまりにはやっぱ S の方がいいとは思うんですよね、多分。ダルシム以外。あー、どうですかね。チュンリーは分かんないけど、龍拳とかも S の方がいいはずなんで。はいはいはい。それでいくと、下がったもなのかなっていう。 X ぐらいだったら、 S は分かんないですけど、はい、あーっとめくりは正面だった。なかなかめくりづらいんですね。あのね、下がったは多分無理ですよね、うん、おっと長谷に行こうとしたけど、繋げるのが難しいと思う。あーっと頭突きが出掛かり。出際の真実。あ、ちょっと今のは落とせれば OK。 もう歩いた。頭突きが超手前で落ちる。さあ垂直は強いっぽいですね。さあ対空ちゃんと出て、これはもう下がったベース。ニュートラル、まあ、前に歩いてくるホンダに対しては飛んでもいいんですよね、サガットは。あー、対空ないですね、うん、対空がないっぽいですもんね。さあもう一丁ホンダ S。 さあおかわりいきます。さあ垂直で落とす。さあしっかり上タイガーで頭突きをとがめていく。さあどん、あっとおっと、さあサバ折りから頭突きガード終わ、終わ、あと対空出ないが、はい、あっとあの距離はさすがに届かなかったですね、ショーパンは。さあ開幕シャガ、シャガ台張り手と一方勝ちしましたね今。さあ要所要所で来る上タイガーが結構くせ者っぽいですね。さあアッパカット。いやあ、あれ出るのうまいな。
さあ、ややさん事故見た。さあ、これは繋がんないが、体力大幅リード、タイガーパカと。さあ、勝ったのは坂本さんです。はい、終わりです。で、1回戦抜かしてるんですよ。金子瀬尾。いや、川、あ、そうですね、金子瀬尾。え、瀬尾さん。やる？いる？あ、瀬尾さんこっち。こっちです。さあ、1回戦飛ばしたんで、で今から、金子瀬をやります。金子ガエル瀬尾チュンリー、はい、裏剣当たるんですね。裏剣開幕は当たります。余裕で、まあ、竜とかと同じ感じなんで当たります。さあ、飛びはちゃんと見てた。テンションまでおまけつき。さあ、投げに行くかところが中盤でとがめる。さあ、ちゃんと垂直ジャンプに踏みつけを使ってますね。さあ、裏剣わかんないぞ。おっと、さあ、ゼロドット、投げは間に合わない。時間切れですね。投げ抜けしなかったのが正解。あ、そうですね、はい、正解ですね。あれは投げ抜けしてた場合はもう一回ワンチャンあるんで。ありますね。そこは死にますね、投げで、はい、読み合いになっちゃう、はい。まあ、そういう状況判断も金子さん。おっと、サマー確率をサマーできる。裏剣、お、間に合う、間に合うか、あれ。お、あっと、相打ち。早すぎて、逆に相打ち。投げた。お、金子一本取った。さあ、金子さんが気合で一本取りました。もう一丁。なんかだいぶ小高イズム入ってきましたかね。これガイド的には、はい、チュンリーっていける方なんですか。いや、微妙に、どっちかといえばフリーではないんですかね。ゲージ持たれたら、うん、かなり取り返しづらい組み合わせだとは思います。もうチュンリーが待てるんで、これは、うん、こうなってもチュンリーがまだワンチャンあるんですよね。ありますけど、あと、うん、まあ、取られるとチュンリーもきついですけどね。でも取り返しやすさはどう、断然チュンリー、やっぱり戦列があるから、まあね、やっぱ歩き戦列などがあるんで、そう、転ばなきゃいい、そこから即死があるんでね、やっぱ、うん、でガイルがめくりしかないけど、まあチュンリーは転ばない。おー、ちょっとやったぞ。お、ポッパンダブル、コタができないコンボ。マジか、死んだ瀬尾さん、死んで、さあ金子さんが上がりと。え、これはどうするんですか。ここやっちゃうの、ここやっちゃう。じゃあ川又連戦でいいですか。え、こっち2回ゆうずるで。あ、そう、はい、はい、中野レッドブーから来ました。あ、お疲れ様でした。今日は人数がとても多かったですね。あ、ヒデさん、ストフェスの方は、はいはい、何ですか。ストフェスの方は、うん、ストフェスの方は行かなかったんですね。あ、そうっすね、はい。というわけで、夕方出勤です、今日は。あ、そうだったんですか。夕方出勤、あー、バーサスに。じゃあやっていきましょうか。ニカ VS ユーズル。いや、面白い対決になりましたね。サガットチュンリー、しかも青パン、あ、いい組み合わせじゃないわ。これやばいやつ。これね、
いやでも多分ね、はい、ユーゼルさんねチェンジも使うからね、多分あ美味しい当たり方、シカチュウシカチュウ、今の垂直運がいいのかな。一応ねサガットに対しては、はい、台形跳び、マイジャン台形跳びが、はい、ビンタで落とせるので、そこまでね、あの体育はまた中継とかいろんな技使えるんで、そこまででもないんですよね。あ、なるほど。ただその間に安直に飛んでしまって体外読みで、でアパカで落とされた時のダメージがおかしい。これあ安い、あと離そう、なじでいい、なじがねマジでデケヘリなんで、あ、まあ、受け身ないんでね。そうですね、うん、投げ得ですもんね、はい、うん、今の100レート、あーた、はい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 、あはなに、ね、は何今の、おかしいだろ今の、今のモザイクですね。まあ、まあ、ラウンド取られてるんでね。あ、おいしい。あれね、今のガードした後のね難しいんですよ、アッパカット、あー拡散がね、なんだろうっていう、ゲインキックも当たらない、オーラパンチ出したら多分もう一回のそのアッパーカットに引きずり込まれるしみたいな感じ。あ、なるほど。さあ難しい飛びで飛んでくる、これ絶対間に合いますね。これは間に合っちゃうんですね、はい、あ、オッケー、今のゲームはいいですね。あー怖っ怖っ、いいフォロー、離しちゃった。いやでもまだ溜まりますよと思うが、いいところで飛んでくる、飛び毒、今の射下中飛行機、あーっ出ない、体育出ない、まあまあまあ4台目では出てたぞ。確かに。さあこれは間に合いますね。そうですね、見てから飛んだら 100% 落とされるので先読みしないといけないというところが、ね、エッサガチュンリーの、うん、当たり前だろって当たり前だろって、いや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 、さあ本職の DJ、 はい本職ですね。これもね DJ 割ときついんですよね。あ、そうなんですね、はい、いやまあそうですよね、確かにジャックで落ちたところでっていう、はい、さあ台形入って、さあここは球の打ち合いはやはりサガット優勢、だいぶ優勢です。ジャック打っても、あ、これはちょっともったいなかったか。そうなんですよね、ゲーロキス。どうする、上タイガーちょっと上手いですね。そうですね、テクニックが光ってますね。さあこの距離はさすがに、うわ、そうですね、今のカラジャンプ何も当たらなそう、これも当たらない。さあ苦しい、飛ぶが何も、いやスラはきついな、スラできってからのガードで、あ、しかし、あ、ビーチ、うわあ、わかんない、どうする、あー、怖そうですよね、さすがに。さあ、ユーズル逆転、あの場合でね、シャガチューパンバンバン振られるとタイガーも出せないんで、そうですね、相打ちで死にますからね、はい、さあ、九死に一生出たユーズルさんだが、ここはいい展開で作っている、台足いけいてーてか一発一発減りすぎですね本当に。さ あ, あい今のはシャガ中継かな、台足かで多分セラで、これは死んだか、あー、あーいいですね、いい画面端に行ったからもう1ヒット拾ってもらったみたいな感じが、ね、あ中、さあ DJ に対してニカさんはさすがにバイソンでしょ、さすがにバイソンでしょ、悔いが残るぜ、いや残りますねこれ待てたら、悔い悔いが残るぜ、おい、え、マジで、そのか、なんかね、バルログ DJ って、うん、藤本くんがね、また新技開発したとか言ってて、あ、なんかね、かなり攻略進んでて、今どうなんだろうね、ダイアグラム分かんないですね、正直、うん、さあ、アッパーで突っ込んでくる、さあ、コパーバル言うの、さすがに投げて、さすがにバイソンでしたね、まあそうですね、今のドラム缶で、うわー、大足大足、あっと、あと投げに行ったところは投げ返す、この辺の嗅覚はさすがといったところ、さあ尿意棒で今相打ち取ろうとしたところだったが相打ちにならず、さあピオリチ、あー、やりに行く、さあこれはまだせ、さあ端端では届かないが、うわー、あー、おマジでそんなところで来るの、ちょっとテクかった、今のやばいな、さあゼロドット死んだ、あー、出す勇気のエアスラッシャー、まあ、あの距離は見えないですよ、まあさすがに、うん、見えたらねやばいですよ、やばいですよ、バイソンのダイヤグラムこれは見えるバレバレの短波、あー表見えない、な、受け身がない、死んださ あ, あこれはやばい、死んだか、あー永遠とやりにしてくる、投げ返しだよね、そうゆずるさんはね投げ返し、投げ返し上手いから、マジ上手いから、ゆずるさん6、白対衆、
白さん 1P、 シューさん 2P。 白対シュー、ユーズルさんのね投げ返しの精度やばいですね。本当改めて今見ましたが、密着投げはほぼ返されますね。はい、さあ龍拳対決、疎通ってそのアントビと起き上がり無敵の投げ返しがきちんとできる人がマジでね本当うますぎると思うんですよね。確かにやっぱ星を 取れますからね、それがうまいっていうことは。さて見ていきましょう、白対シュー、お互いお、チューチュー、いやうまい、うまいな、おっとどうぞ、なかった、いやうめえ、お足から投げる素直な選択、さあまずは1歩目はシューが取ったが、さあしゃがちゅうて当たらない距離、さあちょっとシロさん少し周拳に、おーうまい、大事な出会い、しかししっかりニュートラルで待って、はい、立ってすかしてるのが、おっとやっぱ今のはちょっともつれる感じでしたがうまく回避しましたね。さあ白ペースで、さあ踏み込みが鋭い、バックジャンプコマンで対応、うまい、いや踏み込み鋭いな両者。さあこっから、あと今シークポイント、今のはシークでしたね、どう、おーこれは見えない、早いですね、いや歩くな、お互いスタスタもう足音が鳴りまくりですね。いやすごいですよ今のは、なかなか投げに行けないですよ、あのいやあれはね難しい、すごい、しかも1ラウンド取られてる状態ですからね、なおのこと、まあだからこそいけるっていうのはありますよね。あと大勝利、大勝利、おもらしだったがなんとかことなきを得た。さあおっとどどおっとシャガチューパン、さあ昇竜で暴れる、そうですね、うまいですね、リバサでしっかり暴れてましたね、投げて、さあ白ペースちょっとやりづらそう、波動拳打って、さあおーうまい、一文字で、しかしファイヤー波動が痛いなー、これダウンですからね、うわーまた投げ、もう一回投げに行った、1ラウンド目と同じような光景が、踏み込みダイヤシと見せかけての投げ、いやあれね踏み込みダイヤシと思わせてのあの距離はね黙りますよ、黙りますねあれは。でしかもスタスタ歩いて投げるまでが多分ねそんなに時間かからないと思うんで、多分かかっても18から20フレームくらい、はいはい、だから人間が反応できる領域ではないかもしれないというところですね。速い人は壊しとか安全な連携で止められるかもしれないんですけれども、リターンがないのでね結局その後が苦しいという。さあ大勝利バッチリ落としている、うまいな、マジでうまい、ガードが硬いが、さあ来た、シューさんの膝はマジで速いですからね、おっとどうぞ、さあ見えている、待ってました大勝利、バッチリ根元から当ててますからね、もう本当に減れますね。さあこれは龍が美味しい、さあ踏み込んだところが一文字、さあこれはどうなる、トップスピン、はい、さあ下が中継波動、さあこれは止まったから、さあめぐっている、そしてシューさんの、ね、コンボ精度も、ね、非常に高いので、やはりガード負けするとこうなりますね。ただ今日のアニコレはかなり苦戦してました、はい、まあまあまあ膝置きのね、やっぱりこうラグもあるという、そうかなり、まあ、普段こうね実機でやってる人からするとうわー出るなー、やばいんですけど、今の歩き大勝利やばくないですか。いや今のはよく見てましたね、やばいです、さすが。さあじりじりしているが、シューが画面端に追い込まれている、閉じ込められている、 あの対空見せられたらもう飛べないんですよ。いやそうですよね、だからもう龍側が波動結構強気に打てるんです、ね、そうですね。さあホワイトハウス継続どうなる、さあシューが何もできない、いやこれ難しい、あった、あーワンチャン減る、 しかしあー二度と削る確定です。あれでも今3ドットくらい、死ぬまでに3ドットくらいあったけど削れるんですね、あんなに。
まあ削り値あれでしたっけ、通常食らう体力の4分の1でしたっけ、だからまあ3度と減ってもおかしくはないというところか、はい、さあシュウさんが取り返したので、はい、ここでまたペースを持っていきたいところ。そうですね、さあさっきの取り方が良かったのか、かなりシュウペースになっている。めくり竜巻、うめえ、まいぞ、見ている、さすがに暴れはなかった。そうですね、さあさあ、おっとこれはちょっと難しかったか、意識外の対空勝利は本当難しい。いやそうですよね、うわーこれは遅らせで、あとこれはどうなる、今のは狙いに来ましたね、昇竜烈波はなんかまだ出すんだろみたいな感じに、一点読みなんすかね。うわー昇竜拳3度目の正直、いや今のはやばい、あのさっきのパッあの2回投げられてますね、さすがにって感じでしたね、はい、さあ一気に白ハウス、しかしめくって逆にする、さあ昇竜受け、球の打ち合いで昇竜受けって結構大事なんですね。そうですね、その場でゲージも貯められる、はい、しかも相手を見れるっていう、そうそうですそうです、はい、おっとと、しっかり見ている、何も手を出さない、さあ弱小竜しっかり抜ける、はい、さあシュウさんがちょっと苦しい展開、どうなる、おー今のはシンク出なかったかな、おー投げる、もう一回投げる、踏み込みやばい、あーまああのシャガシューティーおきゃしょうがないですね、あそこで歩き小竜だったらかっこよかったんですけど、いや歩き小竜ね難しいと思いますよ、さすがにさすがにあそこの子は掴みに行きたかったです、はいはい、さあファイナルラウンド、これは熱い両者、どうなる、熱いな、決勝でいいぐらいかな、いや本当にさあ飛び込み大手入って、これは見ていて相打ち、どっち、表大足暴れ、さあ第5区からガードしているが、さあ大勝利いって、どうなる、まだわからない、あー合わせて、あーこれは多分グースカウント、勝ったのは白龍、いやー良かったです、面白かった、さあ勝ったのは白龍ですね、9番皆さん実機に満足してらっしゃいますね、いやそうですね、さあ打って変わってチュンリー対サガット、はい、もうヒデ君がね冷たい立ち回りをできるようになったため、はい、この組み合わせは大変なことになっております。あ本当ですか、もともと理論上爪に近いんじゃねえかなと思ってるんですけど、サガットが爪ってことですよね。そうですね、あのチュンリーがゲージを持ったら終わるのに、はい、ゲージを作るのを阻害できないという、あその点から厳しいですね。さあもうおつやか、おお、ね、削った、いや減るな、あなんか草さんが検証してたっぽいですね、サガットに対してなんだかんだ、ただの弦の後は2分の1になるんですね、ただの弦の後は2分の1になる、まあサガットには、あ、見ました、おオモラスオモラスオモラスオムツ、あーチューチュー、あつながっちゃう、やべえ、あれ弦つながんないですかね、つながるでしょうね、長さは一緒なんで、あさあ先飛び、もう一回飛ぶ、飛びすぎだろこいつ、飛びすぎじゃね、さあきつい、わあきついきつい、やることない、チュンリーが寄ってきたときにサガットが何できるかっていう、あーそうですね、ぐらいですよね、球を嫌がってスイジャーしてくるチュンリーは楽なんですけど、はい、下がったゲージ作りに専念するともうおわおわのおわおわっすよね、ほんとおわっとですよ、うわ先飛び、まあ、チュンリーは飛ぶ必要があんまりないと、そして下がったのスイジャンとかバックジャンプ避けに戦列がフルヒットしやすいですね、はい、やめてくれって感じですよね、これがキャラさん、あと、カス当たり、まあまあまあ、ここからもう一回ゲージ作ってっていう
さっさっ作業ですよ、はい、お今の上手いですね。さ坂本全く揺れず、まあ、いやこれがゲージを作るのを阻害しに行きたいんですけども、さあそこまでいけないですね。もう逆転要素がないですもんね、この状況だと。そうなんですよね、サガットというキャラがそういうキャラなので仕方ないですけど、もうチェンリーが弾打たないまである。まあこれで OK、うん、寝たきり王子、寝たきり同時よくわかんないですけど、テンション、まあ開幕勝負したくなりますね、ああいう試合されるとしたくなるんですよ、ほんと。もうゲージが溜まる、クソクソのクソキャラです。ああ溜まった。そもそも弾だけできついのに、そうです戦列客がさらに戦列があるっていう。うまい、なぜバックジャンプする。さあうまいぞ、おーっとなんとかかの、まあ、これはラッキーですね。いいですね。さあ死んだか、さあ出るよ。飛ぶかねえ飛ぶかねえ。あれ100人にアンケート聞きたいですよね。聞きたいですね。あの状況前飛びどないみたいな、うん、まだまだ30秒あったんで。そうですよ、ね、全然ありましたもんね、チュンリー側。おっと、おおやべ、キャラ差、コパンコパン様子見、うお関係なかった、欲張ったヒデチュンリー、そういうのじゃなかった。さあというわけでヒデが勝利で、次の試合が、あ、川又対金子ですが、川又が間に合わず、ヒデ12、いやーもうダメ、ここまで来ちゃったからダメ。じゃあ金子さん戦勝で、あー白対ヒデ先にやってもいいよ。この試合がもう最終か、最終です。はい、白さん 1P、 白さん 1P です。白対ヒデ、これさっきあの野地ありがちってたタイプ。そうですか、カードなんです、ね、どうでした。いや僕途中からしか分かんなかったんですけど、はいはい、シロさんが3連勝ぐらいしてたような、もう真逆みたいな感じの2人ですからね、はい、ヒデさんは流線結構定評あるっぽいんですけど、うん、おっ、うん、やっぱシステムが出来上がってますよ。これはしかし両者ゲージが止まる、腹っぽくなるぞ。しっかり、であのアッパーって実はガードしても食らっても戦列がかかるので、はい、あ、そうなんですね。投げ、ダイゴス投げ、うー見えないところで打ってくる。そして下がって、おバックジャンプ、強気バックジャンプ。なるほど、もうあの体力だったら行くしかないから。そうですね、ということですね。さあこの中ゴス、今の空達あたりもですね、非常に精度が高い。まあ投げ、あと、そうですね、投げの後の受け身内確認で前飛びがちゃんと先飛びになりますので、はい、そうですね。さあ見てる、今度はヒデが待ったパンチだ。あ、おい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 、おもらしおもらし、モザイクですねモザイクですね。おっと、空中ヒットにはなんない。そうですが、あれは地上ヒット選べるっていうのはいいですよね。残儀使いからしたら、いやマジで羨ましいってなったんですよね。おっ、これやばい、セットプレーになっていた。歩きゲインに仕込んでますね、食らってた。こっから、しかしヒデはどうする。見てから打ち返せば、おー、お見事、オーラパンチ。さあヒデが1本、やればできるのに、やればできるのに、やればできるのに、あれだからさあ白龍、こうなっても全く動じないのが、いやそうですよ、このプレイヤーのすごいところ。こんなことで動じる白さんじゃないですよ。精神力の高さはやっぱり攻略の高さに裏付けられてるんですよね。そうですね、
しかしそれを壊せる能力があるのがチュンリー。チュンリー相手に大足波動をバンバンやってきますね。そうですね、まあ、あれはそこで投げ次打たれてもしょうがないと。やべえ、頑張ってる。あっとガムガム、これは釣れない。おー、やんだ、うまい。これは100列で終わりか。ああ、なるほどね。安易に投げに行かなかったのは良かったですね。まあでもタッチキックを出されるだけであの状況は相当きついですね。あ、そうですね、相打ち OK なんでね、やっぱ足払いが本当に当たんないですからね、まだ当たんないですよ、本当。おっと、さあステージが味方をしている。うまーい逆らっていく。うわあ、今度はしっかり着地に流す。さあ、うわあ、食らってしまう。勝ったのヒデ、決勝進出。いやー、離してたわ。ヒデが決勝進出、川又が間に合わず、金子さんと金子くんが勝ち上がりで、で金子 1P、 ユーズル 2P でやります。さあ川又さん不戦敗ということで。ヒデくんじゃないよ。あ、そうです、あのユーズルさんと金子さん、金子ガイル、ユーズルダルシム。ユーズルダルシムはないでしょうね。ユーズルダルシムは、え、わかんないあ、DJ ですね、やっぱ。まあ、なくはないな、マジかよっていう。まあ、さっきもこのカード見てきたんですけど、はい、あ、これが決勝だったの。そうです、あ、小高さんとハジさんが決勝です。小高勝ち、はい、だろうな。ただかなり接戦でした。うん、だろうなと思う。はい、ハジ DJ はね、マジガチンコっすから。あれ、おっと、お、いいっすね、八大キック。おー、先読みの、うおー、逆らって、あ、ジャクパンか。ジャクパンは確かに、まあ出っ放しで相打ち OK でしたけど、ジャンプ中盤だったら勝ってましたからね。うん、ちょっともったいないことしました。あそこでも日寄らず金子オッパーが出てきたのが偉いですね。はい、さあ潰して、いろいろ潰して、さあ坂中で、うわ、お、これは、お、ムエタイで、ムエタイはスラ潰しですね。スライディングを潰して、お、サマー、サマー出てきた。金子サマーは機械サマーと違って当たりますかなり当たります。機械さんのサマーはマジ当たんないですからね。あ、なんなんすかねあーとか言いながらパナしてあーって言う、そうです。さあ、うーわ、あの中足体育に対して DJ 側やることはないないです。はい、なんか潰す技とかないですね。ダメですね。はい、ダイヤシもギリギリ対空になるんで。あー、なるほど。投げ、おー、投げ、まあここまでしょうがないさあ地獄の画面端、さあやっぱ DJ 画面端押し込めると非常に強い。ほんと飛んでた。おー、コアコン中足、これでだいぶ減ったぞ。さあこれはいい勝負だ、いい勝負だ、いい勝負だが、うわー、大事、ここを逃してしまう。あれガードさせたの大きい。おっと、うわっと、ガード、レンガサマー出ますね。ソニック、うん、さあ金子がやはり小物道を経て、そうですね、一段階上がってるのか、格段にパワーアップしてます。川又さんはアウトです。あ、まあルーザーズあるからね。さあユーズル、ユーズル、小物道出て、かいやー、DJ でしょうね。いや、ダルシムはないっすよ。いや、出すんなら先方ですよ。そうっすよね。さあ、先読み、さあ投げ、もう一回投げ、さあ、強引にいった。うわ、やりすぎでしょ。まあ、十分ダメージ奪ったんで、そうですね、もうあとはクルージングで、あとは何かをミスらなければ、ガイルが飛んでくるでしょう。
いやあれサマーあるんですよね前飛び、うん、さあユーズルやってない割に強いっすね。おーっと届く。なるほど、あれは中和したい君に勝つ間合いですね。あ、塚井さんはそうっすね、まあいるんですけど火曜日は結構少ないんですよ。今は東京に戻ってきてます。さあ正面目もう一回投げ、おっと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 、裏剣裏剣、あーっとサマーダブルサマー、まあ、最大最大で、そうですね。やはり金子ガイルの市場がダメ端に行くまではもう圧倒してますね。そうですね。さあユーズルはエアソラ打ちながら前に来る。さあ前飛び、あ今のでかい。さあ、あ、おっとガードになった。リスティさんは火曜日しかいないんですよ、まあ、あれは仕事の都合なんでしょうがないですね。さあ画面足、おお投げ、いい投げ。さあ暴れ警戒して、あーっと空中ぐらい、これはでかいぞ。さあ金子ここからじっくり行きたい。いやどうだこれ、どうだ、うおー熱かった。さあ勝ったのは金子ということで決勝戦はヒデが 2P ですね。いやルートであります。サマー出させたのは良かったんですけどね、多分投げに行かないで立ち台キックが良かったんですかね。あーそうかもしれないですね、うん、さあウィナーズ決勝、ヒデ金子、金子が 1P、 ヒデが 2P、 ヒデ君が9時半で抜けていってたんで、まあまあそろそろ時間ではありますが、あー時間がちょっと、うん、危ういですね。ということでウィナーズ決勝まで上がっていなくなる可能性があります。勝ち逃げかよ。勝ち逃げは警察に怒れますよ。勝ち逃げはさすがにちょっとないでしょうね。さあ逮捕されますよ。ヒデがそんなことを知らずに1本取っている、まあ、やっぱりいいバランスのいいチュンリーなので、こういう時にじらされるとね、きついですね。あーっと、どう、さあもう一回、完璧な飛び。死んだか死んだ。はいはいはい。オッケー。いやあそこ中盤ダブルで。チュンリー入んないんすよ。あ入んないの？入んないんだ。ジャンプ中攻撃、弱攻撃キャンセルだったら入る。あそうなんですか。知らなかった。ね。あーなるほど。それは前から入りますね。ムエタイダブル。ネケリジャキックから。めくりたキックからは2発まで削られる。愛されボディすぎる。 うまい今の。フライダブル、フライダブルやばい。投げ返し、うわこれはきついな。いや金子さんの方が良かったですよ今のは。フライダブルもろぐらいしましたね。しかしお互いスパコンが当たって荒っぽい試合になりつつ、そうですね、最終的にヒーラーが取る。あの暗いダブルは多分誰でも食らっちゃいますよね。誰でも食らいますね。特にチュンリーは、はい、ゲンキックでソニックとエースになった時に、あ、はいはい、詐欺飛びをいけるんですけど、 そうですね、その後ちょっと遠いんですよ。あお、なので歩いてボタンを押しやすいんですよね。飛び、おーっと落ちるのかあれ。戦列だけ気をつけないと。ナイスガード、飛び。さあ、あの金子が飛ぶしかない、うん、まあ飛びはありじゃないですか。ありですね、うん、下がって飛行圏、こっから始まるのが一番強いですね、やっぱり。お、うまい、バックソバット。あ今のサマ、あーと離して、タイミング合っていない。まあ投げかく、危ない危ない、通りそうだった。さあ戦列が怖いが、ナイス選手を拾って終わり。いやおまけ付きやばいな、あの技さあ。ほんと画面端引っかかったら多分
まあ4ヒットは確認しますよね、はい、そもそもテンションが減ってますからね。そうですね、引き付けテンションめっちゃ減りますあれ。お、いい中海地からの、しかし暴れテンションめぐりがる。え、お、お、打ち切ってくる、気持ちよくなりに来る、あんのか。さあ勝ち逃げなのか、ヒデ勝ち逃げなのか。さあ飛んでる、あーあーあーまだわかんない、あるあるある、あれのあの中足食らないからね。さあゲージが溜まって、これはきつい、若干チュンリー有利リード、あーあー勝ち逃げ。さあヒデ勝ち逃げ確ということで、全員ルーザーズに行きました。そんなのあるの、すごいですね。川又さんはルーザーズからです。青葉対もみお行きましょう。はい、青葉ワンピー、勝ち逃げは、あ、帰るんですね。勝ち逃げは許されない。いやもう帰るなら出るなっていう、次ゆうべがさんに捕まえてもらうから。なんで出たんだっていうやつですね。イグジットに合わせて5番です。ショーパン、はい、もみお対青葉。もみお DJ じゃないですかこれ。まあバルドグはザンギいける説があるんで、まあありますけど、あ、ホーク？だー恨めってる。見てからね。見てからの S 剣ですね。いや、まあいけんじゃないですか。こうなればね。でも、もみおが N 台風をできるイメージがあんまりない。まあ、そこそこできますよ。そこそこ。でも、この組み合わせは相当終わってると思ってまして、いやかなりありますよね。 S は S になると途端にヤバいっていう、何がヤバいかっていうと、やっぱジャンプ攻撃の判定が鬼なので、うん、あと弱波動が遅いんで、そうそうそう、それ大足波動が終わってるっていう、あまりに安定しているんで。で弱昇竜の、あ、できてる、あ、できてますね。弱昇竜の持続が長いので、あ、それとあと端っこのバックジャンプをとがめらんないのと、あ、この辺がもうやべえなというところですね。あとトップスピンで後頭部を蹴られるときに早出しのワイパーチョップしかない。いや、いいですね。あ、いやー出るんですわ。うわもみをどうする、どうするもこうするも青パンしかないですね。ある意味青パン、青パンですよ。おそらく青パンだと思いますけども、まだわからない。バイソン、おっと、もみバイソン来ましたね。歌舞伎くん対カワシム次です。歌舞伎くん対カワシム、さっきやってたよ。さあ、いいぞ。安い、超安い。安いなぁ。アッパーとかでいいんじゃないの、もう。さあ、モミソン。おう。さあ、青馬さん、やっぱり S 剣も嫌な動きしてきますよね。僕バイソン使っててロケッティアされたの青葉さんだけなんですよね。あ、できる、できるならやばいっすね。これお、なんか怪しい。あー、うおっ、いや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 。さあ、もみをガン切れ、なんか出せよって言うけど、まあ待ってんのは謎ですね。そうなんですよ、下がった方がいい。このね、バックジャンプうざい。お、いい、よく見てる。さあ、これは遠いって、あー遠いって、遠いよ、それは。せめてアッパークレイジー、スーパー甘いましたね。せめてアッパークレイジー、誰、スー
パー甘えて、いや本当にコンボ選択完璧でしたわ。あ、カバキ君カワシムね、カバキ君カワシムです。カバキ君ワンピー、遠すぎるでしょあれ、見てからタッショーパンとかで止まるよあれ。めくりからフルコンが熱いですね。やっぱ中パン竜巻はまあ大ほぼぜほぼピオルとか言いますからね。マイソンをめくることがあんまりないので用意してない人が多いと思いますけど、まあ難しいですねあれは。かなりクレイジーだったからできたという感じですね。さあここでカブキ君対カワシム、えらい減る。さあさあいいですね、素直にいく。さあカワシム先ほどはダルシム使ってないので、ここが、あ、そっか、ザ、ガ、え？ DJ で死んだ。そうそうそう、DJ とザンギですね。さあこれはファイヤーモードで IHOK、 あー素晴らしい。ナイス。まあ弾っこ行ってしまう。始まる。うわ踏ませるからのファイヤー。うわー、うん、フェルノ死にましたね。うん、今のでももしかしたらワンチャンクレイジーいけたかもしれない。いや、あのタイミングだと無理ですね。微妙かな。早いといけますからね。本当に早いときだけですね、うん、3ヒット目ぐらいから重ねないと抜けられないです。次ハイジンが 1P、 コマが 2P です。タチクオパンの後の超ファイヤーは強いですね。さあバックジャンプでいなしてはいるが、結局ファイヤーモードから抜けられてはいない。さあゲージが溜まる。ここでインフェルの8を見せちゃったので、さあ歌舞伎くん閉じ込められたまま、立川ダルシムいないからね。てか何がいるんですか。はい、あんまりでも強キャラがいるいないイメージですけどね。バイソン強くない？強キャラがいないイメージ。あー、バイソンは強くない？バイソンだけじゃないですか。あ、まあそうかも。ザンギサガット、リュウ、ケン、ま、真ん中辺だ。え、何？いやいや、生インフェルノでいいじゃないですか。ジャクスラインフェルノ狙っちゃいましたね。ブラストだけはねえだろう。ブラストはちょっと面白いですね。あれも一種の大爆発。うん、爆発というか花火というか。お、今度は津波。うっ、おっ、おっ、あーっと、って言ったインフェルノの前に光っていた。さあ、1-1取ってカワシムはどうする。ちゃんとやる。負けそうになったらちゃんとやる。ここまで来てついに。さあファイヤー、このファイヤー一発でもかなり画面外に押されるが、裏回りを選択。ファイブからのゲージ溜めで溜まりきる。溜まりきった後はダルシムが寄ってくるのでそこを咎めたい。一回で抜け出したが、もう一回投げ。おっと、今の大ヘッドいけた。ヘッドいきますね。でもキャンセルヘッドって本当に用意してないとできないですよね。まあ前が遠い。カブキン画面端行ってしまう。インフェルノタイグ激アツ。ファイヤーからあの
遅めの立ち強キックが一番強いですね。スライディング、スライディングなんだ。うん、おおお、これ前飛び強いんですよね、バイソン。ダルシム使うと分かる。うまくやると余命っぽくなるっていうか、相打ち結構取れますよね、うん、出し方で。あーもう得た。なるほど、2ヒットした。さあこれでカワシムが取って抜け出す。ハイジン 1P コマ 2P です。その次が瀬尾対周かな。瀬尾対周次やります。てかあれだな、ヒデのせいで俺とシロさんのラインだな。最悪だなこれ。あ、位置が変わったのか。これはなかなかひどいですね。ああ、X 下がったになってしまった。 S 下がったはず。さあコマさん S、 X 下がった。こういうルールはね、フル活用した方がいいですって。おお、あーなんだこれ、何やってんの、いろいろと何やってんの。ほんのちょっと遠ければ多分前段ヒットしましたね。うん、俺も根元とは思わなかった。いや、うまく抜けましたね、完璧なタイミングだった。いやみんな美味しいな美味しいな、そういうのないもんな。バーサスの X 勢を見てると昔の疎通熱で立ち向かいたくなるって。聞いて聞いて、あ、金子時間マッチモアストロングアフター小物道 VS FO。 この小物道からだいぶ強くなったって。ああ、そうです ね、そうだよね、みんなそう思いますよ。テルオとかもね、だいぶ変わりましたもん。ああ、本人もだし周りも一緒にやるから、うん、そうなんですよって言ってましたね、みんな。うわい、Sが出なかっただけで大惨事。さあコマさん、これ S 今度どうなんですかね、選ぶのかどうか。最近かなりハイジン君にやられてるので、このキャラと心中なのか。S ホンダってコマンド出しにくいんだよね、確かね。上上上下かなんかで。ああ、でもだって上か下か分かってればガチャガチャやれば。俺下がっと以外知らないですよ。DJ で質らしかない。DJ 知らない僕も。だから俺斜めなんで普通に全部。斜めですね。斜めでいいんすよあんなの。さあ、ハイジンは後ろで川俣が見てると緊張する。しっかりしてますね。お、今見てない、チャンスだ。興味がなかった。R1 ってこれリズワンか、わかんないけど。あーぽいっすね、リズワンかな。なんかまたどっかのイベントに呼ばれていたみたいですけど、うん、あーそうなんだ。いや彼もいいプレイヤーですよ。うおー、しっかりしてる。ハイジンが2打で、あ、いよいよで、どこ、セヨシュー、セヨシュー、セヨくん、セオくん 1P のシュウさん 2P で。僕今日ねウルトラマリオさんに負けてるんで、リュウにかなりあの恨みを持ってますんで。うまっ、見て、あれで落ちんの。
見てから立つ強キックってやばくない？やばいですね。さあしかし集権といえば膝、この圧力、まあ戦術ないなら全然ありですね。うん、半分減ったぞ。いや言うてやっぱヨン様倒したのはやばいですから。あー去年のエクサ良かったよな、あれすごかった。本当に粘りに粘ったからね。うわーっと、あーまあ今のは確定ですね。しょうがない。チェンリに対して強パン飛ぶのかって話ですからね今のは。うーわー、さあ天才背を隠る、あっと、あーなるほど、よく待ったがお互いスカル、うーわーっと最大くさい逆列。いや今の判断、ね、いいっすね。狙ってあれやんの結構難しいと思いますよ。割れるのかな、割れる、めくり中キックから強逆列は連眼ならない。なんか打点かなり低かったんで、割れるならいいけど割れないかも。まあ軽心チュンリーみたいにコパン100列にできればレンガですね。ああ。さあ歩き勝利かましたがここで、おお、ガードすんの。いや出た。そしてセオハウス、うおっと、おお、いや今のは戦列読みですね。あー戦列、戦列テンションをスピーバー全部 OK か。あ早め着地強いですね。昇竜の使いどころ、しかし昇竜も負けていない。今度はオーバーパンチに警戒る。なるほど、お互いキャラ隊がものすごいレベルになってるぞ。うーわー、あっ投げた。ここは珍しいミス。さあ空達は、おお、うわー、よしよし、大外回し、いらない子、うわー再生できる前列だから、ミスったー、これはミスった。青葉対坂本です。青葉ワンピー、坂本ツピー、ツピーツピー、その次が川シム対川又です。え、いる、いるの、いるの、あ、いた。これなんて書いてある？英語力のなさで長文が読めない2回転です。いや全然わかんない。さあ青葉バルド具体坂本サガット、さあこれはモザイク力、モザイク力が高い組み合わせ。しかし小右衛門が言うにはなんかいけなくはないと、引き付けはパカ制度次第ということを言ってましたね。いや S サガでやっと 3.5 ぐらいじゃないですか。そうなの、多分 X はやることないと思う。いや4代目は勝ってたよ。いやヨン様はやっぱりバログがいる上での S サガなんで、うん、まあ両投しかですけど、この組み合わせもやっぱり負けたら、あ、今確定かな、多分かなり遠くからあれさせますよ。大足はリーチ長すぎるんだあれ。え、サガットの内足ってマイナスそんなにないよね。ないっすけど長いからクレイジー入んないもん。あ、見てから、いやガードガードガード、
あ、ガード、今ガードじゃなかったっすよ。あ、いや、ガードでしょ。ガードの後に相模中止に入ってたっぽいんだけど。ガードは4フレだからね、4はありそうなんだよな。ガードはさすがだ。いや、あれ狙ってできるんで、ダメなんですよ。そうなんだ。そう、もうちょっと引きつければいいってこと？あれは、だから見て反対に出すんですよ。あーあー、見て反対に出すっていうのをできるようにならないと勝負にならないんです。あ、そっからやっとスタートラインで、読み合いの一環としてまずそれがあるだけ。そう、ということは、だから関東でそれを教えることはできません。なるほどね。なんですよって、うん、俺が言ってもできないので。まあ、あ、でも僕もできないわ。ああ、こうなります。オーバー。さあ、やはりこれはきつい。まあそうですね。カワシム 1P です。さあ、川又間に合わずルーザーズスタートは。でももうこれだけなんですもんね、今。そうですね、これ、ここが優勝。それが優勝。なんだこの、これどういうこと。だから次は敗人対2回転ですね。さあ、ここになるともう遊んでらんないので、皆さんメインキャラですね。ピヨッタピヨッタ。うわー、なんかミスった。うっ、バックジャンプ。あ、インフルの読みか。投げ、歩き投げした。さあ、川又っていうのは今日どこで死んだの。あー、ゲージあるときはいつもスパコンですね。あの、スパコンじゃない理由がないんですよ。うん、別にためが、しゃがみガードためができてるんだったらスパコンコマンドにしとけば勝手に投げだったら光るんで一択です。そこは。さあ、開幕フレームにダイゴス突っ込む。ダメだ、全然英語わかんない。もう主語がどれかもわかんない。おっ、うーっと、今度はカワシム。おうわ、今のはソーリーですね。ごめんなさい、ごめんなさい。で、ね、2割ぐらい減るっていうやつ。2割。あれ、まあ、ダルシムの技の中で一番減りますよね。一番減ります、ね、ブラカ。あーっと、え、嘘、来ましたね。え、俺見たことないけど使うんすか、あなた。え、この人たちどんだけ沼毛やってると思ってんの。覚えちゃった。さあ、川又ここ負けたら終わりだから。あっ、さあ、あの川又が、あっ。おっと、カワシムがぐちゃぐちゃしていく。うっ、あー痛い、これは。あー、出さない、出さないの。出した。あー、今のはアッパースローだったら死んでたかもしれないですね。今の誘ってるからな。あー、またバイソンも黒だった。うわー痛い。おお、あ、タチキョウパンが正解。掴んでいく。うおっと、投げっぽかったな今の。マジかや。下がって前出て投げ、下がって前出て投げ。いや、あれ上手い人やるんですよね。で、入っちゃうんですよ。結構入ります、入ります。投げの使い方はやっぱりね、圧倒的にチューブが上手いんで、はい、ああいうとこっすよね。さあ、ヘッドが出ない。しかし、でも溜まった。あ、死なない。ここでユンピョウが来るぞ。この体力は。あー、出ない。川又ここで死ぬのか。逃げ帰る、逃げ帰る。なんだっけ、廃人2回転。
いや今 e スポーツはこういうもんですね。エッサガかな、エッサガとリュウかな、なんだろう。普通にリュウとリュウですね。リュウとなぜか迷っているぞ。エッサガなのか、ダルシムにした。さあ e スポーツ始まりました。さあ今のところ噛み合ってはいません。どうでしょう。噛み合っていないようで。踏んで中腰、あーっと当たらない。天に見放されているか。そうですよね、あの場合はね、あれをやるための間合いですからね。さあふんわりして、さあさあかなりいいようにやられているぞ。中腰タッチくらい、新しい。はい、まあそうですね、まあそうですよね。さあ2回転さんは嬉しそう。さあ普通に龍だった。さあ今度は大足なの。待ってる。ピオール？あー、なんかミスった。なんかやろうとしてミスった。さあ裏回り。あれガーフなのかな。さあ見てから、さすがに見てから。さあ昇竜拳で暴れる竜巻。さあ竜巻昇竜で釣って、さあ釣られる。お、つながって謎のフック。フックはもったいない。ガード投げっぽいと言ったら投げ返された。ここかな。セオ青葉、セオさん、青葉さん、セオさん、青葉さんです。セオさんが 1P です。セオくん 1P、 セオ対アオバ。さあどうだ、セオさんまだありますよ。カワシム対2回転終わったら、あ、なんかぼやけたけど大丈夫。さあチュンリー対バルログになりましたね。お、斬新。これ結構キャラ差あるよね。うわ、そうなの。いやこれ結構バルログきついですよ。そうなの。うん、リードを結構チュンリー側はリードすると待てるんで。ああ、まあでもヒョウバルきついんだよね。いやでもあれなんですよ、テンション出す出さない結構読み合いなんで。
まあまあまあ、振りに行くとテンション結構当たるんですよ、あれ。あー、あちょっとタイミングが、ほらこれ、さあ青葉バルノグが、あ知ってますね、これこれ重ねないで OK ですよね、別にね。そうです、高めで当てた方が多分、うん、まあ触れないですけど、うん、テンションを読んだら高めで置いといた方がいいはず。それとしたら下げないとダメなんで、うん、下げたらテンションが当たりやすい。なるほど、うまいぞー。あー、ああ危ない、これはリンクに使うが、中詰めがかくる。次の試合は考えておきましょうね。カーシム2回転、カーシム2回転でね。俺これの勝った方とやるんですか。はい、うわー、バルドグ応援じゃない。バルドグ応援です。瀬戸さんさっき負けたんで僕あのジャックの後のカーニバルを落として負けたんで、あー落としました。大ジャックカーニバルで2ヒットを狙ったら落として普通にテンションをもらって死にました確定すんの。はい、あ、そうか、カーニバルは全部使うとねモーション長いんで、あのセンレスでもでもスクレージでも何でも入るんで、あれは入っちゃいますね。さあ瀬尾が守ってる。さっきはこっからイズナで吸われたが、うえっ、これもあります、これもあります。 あれ強いんですよ。そうっすよね、あのタッチ強パンの長さはもう尋常じゃないですよ、うん、まあ、あの技ね、グランドタイカーを避ける性能してるんですよ。あ、意味わかんなくないですか。わかんないですね。さあこのね、バルログのゲージダメが大貫くん曰く本当に終わってる行動だと。そうですね、バックスラッシュでいいのはちょっとダメですよね。そうね、お電話、これはうまくよく画面端に行ったか、真っ先にお電話案件。うん、ガムシャルしかねえ、ガムシャルしかねえ。あー待ってる、あんな今の面白いぞ、逆に面白いぞ。あれは今の面白かったか。さあ厳しい厳しい、青葉が守りきる、逃げ切った逃げ切った。いや、あの戦列よく食らわなかったっすわ。カワシム対2回転です。カワシムさん、いやいや、普通に多分バイソン誰しもいるでしょ。さあ熾烈なキャラ争い、超熾烈です。何しろ1キャラ目の申告がないというルールだったのでね、やりますよね。え、チュンリー、2回転チュンリーとカワシム DJ、 いやこれは難しいですね。まあ、チュンリーのがいけるんですが、分かってないと結構めんどくさいです。分かってないと普通に DJ はめんどくさいですよ。こうなると全然 DJ。 さあガムってる、ガムり出すと、さあさあさあ投げ、さあどうすんのこれ。バレてた、いろいろとバレてた。さあ踏んじゃう、投げる、さあ返して、つながってない、つながってない、投げに行かなかった。あー今のはあれはダメですね、多分普通にくぐってチューキック以外綺麗に返せないです。
さあ運がいい、投げられる、地上安い、あー今のは、さあ突っ込みどころしかない、突っ込みどころしかないぞ、突っ込みどころしかない、死ぬのか、またしてもまたしても空中でごちゃって終わる。さあクソキャラはクソであれと元店員が申しております。さあ冷静に冷静にダルジム、さあビンタ、そうあのビンタがねいいっぽいですね。ただあのビンタでリードを守らないといけないんで難しい。あーもったいない、今つながったらビヨってる。お、あー見てから、つながりません。さあ両者投げ大キック、燃えちゃう燃えちゃう、これは終わり。さあまあバルログが来そうなっていう前からひょーって言ってる人がここに、選んだよこの人、選ぶんですねやっぱりね、まあ選びますよね。さあダルシムは本当に大変ですこれ。火力がありすぎる、火力に差がありすぎます。さあちゃんと触れてるっぽい、ちゃんと触れてるっぽい。さあテラーで暴れる、さあ前ショーパン、さあブラストブラスト、あーとまたブラスト、さあ逃げた逃げた、わかんないぞこれは。いやさあ相打ちは痛い、さあまたして前打ちで前ジャンプしてた、スライディング踏まない。さあまたもブラストブラストで削り、投げた投げたか、バレバレってやつですね。さあこれでユーズル青葉かな、ということで、かぶせ大失敗しましたね。青葉対ユーズル、この次がカワシム 1P 白 2P です。さあここで青葉さんが本職を見せてくれるでしょう。ん？バッドアスって書いてますね、クロウがまあ世界共通でございます。まあ他のゲームのプレイヤーから見て X のイメージは何かっていうと半々に分かれるんですよ。だーどういうゲームかっていうと、まあガイルとリュウが弾を打ち合ってかっこいいゲームっていう人と、バルログがどうのこうのっていう人、2分の1ですね。あ
いや、ゆずるくんのごまかし力はね、本当に大したもんですよ。あ、いいカード戦。さあ、これはからのジャック読みだったが、埋めに行ったところを投げられる。青葉どうする。 S 剣を出すとどうなるか。 S 剣になる。まあヘイブヘイでね、なんでしょう、かぶせの波に揉まれてこうなった人なんでしょうがない。僕はそういう波好きなんで OK です。あナイス勝利出るな。青葉さん勝利出るんだよね。が立ち回りはクソ。すげえにヒット食らった。さあこれは上読みが多くなってる。マシンがガチャガチャボタン連打してたのにマシンガンをガードした。やるがこれは割り込めず、投げ最大かもしれない。ジャックしっかりしている。勝ったのはユーズルということで、あ、いやシロさんが 2P ですね。カワシム 1P、 シロ 2P でお願いします。やったね、これバルログが正解でしたね。さあここはメインキャラ同士、この二人が勝った方とゆずるくんが対戦、その上に、金子ガイルが待ってます。直水全員無理。全員これは全員無理だな。全員不利。うわーやばい。中古数シロさんの中古数当たるんだよね。今のは前世紀にジャイさんとシロさんで延々とやってた時代が、そうなんですよ、あってその時にジャイさんは白竜が今全一だと、ダルシム戦はなんか言ってますよ、3しか取れないって言ってたらしい。あジャイさんかそれぐらい仕上がっていたことがありました。ジャイさんはやっぱ守りタイプなので、そういう自由に間合いを作ってくれるダルシムとあんまりやってないはずなんですけど、それでもさすがの対応力ですからね。いやあれでもなんか結構見てましたけど、なんであんなにダルシムがやることないように見えるんだろうっていうやることがない。そうあれやばかったですね。完璧完璧、今のやばい。うおー投げるか。さあカワシムまだあるぞ。おお真空読みかな。読みですね。うああここで恐竜重ねている。あそこが真空ポイントなのか。ドリルとか食らってもガードしてもその後ドリルとスライディング両方に真空負けるじゃないですか。はいはいはい、かなり出しにくいはずなんですけどね。めっちゃ引きつけてましたもんね。さあ最近はですね、ブラストとかでダウン奪った後、はい、ダルシムめくりに行くのが主流になってまして。あめくり行くんすか、うん、大ドリルとかで。そうそうそう、ゆるドリで寄ってから、はいはいはい、めくりドリルがガイルとかサマーが裏に行くんですよ。あで表ガードのはずなんだけども着地の攻撃が裏ガードになるんで、はい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 、ギリギリのタイミングだと難しいんですよね。それ レンガでも逆になるんですか。あレンガはうわーやべえ、すーごいやべえの来た。生きてる。そしてドリルが刺さった。すごいな、あれ狙う人たまにいるんですよ。ハイジン君見た今の。見てない。いや後ろで見てる。あ見てた。
あっと、少しあのザクハイヤーをバックジャンプしてジャク勝利で避けるとダルシムのお釣りがなくなるんですよね、はいはい、これは竜と剣共通で投げる、あれ投げるの今の当てないでインフィのつもりですよね。あ、さあなるほど、いやこれはいい試合ですね。あそこで最大ユルドリン最大はやばいですね。あ、福岡なんだ、へえ。誰が X86 デイビー、違う、デイブ、ダルシムのハメ面白い中細投げていく。さあ見えない距離の波動拳、この使い方が非常にうまい。そうするとダルシムが先に動くことに、あーまたミスる、大足や位置。いやバルログ、バルログなんか人気ですよ。まあ福岡は何人かいますからね。福岡のプレイヤー強いですね。おっとこっからファイヤーじゃなかった。うん、インフィルの、まあしょうがないでしょう。そこでもドリル来る、うー、タチキオパン。さあファイナルラウンド、福岡はプレイヤーみんな強かった。僕ね結構感動したのがアイデルンさん、あの人熊本かな、わかんないけど、そうあの人すごかった。あとはまあ あれね、うーわ投げた。さあ昇竜、うーさ、あ逃げる、うっ、繋がって死んで、フルヒットした。うわー勝ったのは白、ワイデッカ激アツでしたね。ということでワイデンナ、はい、あのユーズレ対白連戦です。白さん連戦です。でこの試合終わった後も金子くんと連戦なのでよろしくお願いします。さあメインキャラ同士になるでしょう。どうせゆずる DJ バーサス白龍、さあ一歩も引かない白バーサス、いろいろやろうぜゆずる。まあいろいろやろうぜは僕はありだと思ってます。それで画面端持ってったら美味しいですからね。まあ DJ はなんとかして、あっと3ぐらいになってしまうが投げられて、これは厳しい状況になった。おっと踏まされた、先飛びが来る、もう一丁飛びが、ガードが硬い、よく避けた、スイング、あーもう一歩歩いてれば完全にわからないやつだったか、微妙に歩けず、最高のスライディングが当たったんですけどね。さあいい試合が続いている。やはり名勝負製造機白、どっしり足に血が、血に足がついている。なあバーサスね、ぜひ来てください。まあ福岡も僕は行ってみたいし、バーサスにも来てもらいたい。おっと3ヒット投げにビオリンを狙ったが
逆らって今度はピオリーチ、20側がピオリーチ、ここでジャンプキックうまく飛んだ。さあ残り一発になると DJ 強いぞ。飛び超前歩いて飛び、この一歩歩いてスライディングがどれだけ重要かっていう話ですね。ジャンプ攻撃当たっても次の読み合いができる。さあ妻切り、あれはジャンプ中キックがちゃんと重なっていても空中ぐらいになるので非常に強い行動です。さあになんから昇竜が逆いってる、攻め系昇竜になった。白竜の芸術点の高さ、先ほどはダルシムのドリルにジャンプ強キック中足真空まで決めるチすごいね。さあ白も非常にユーズルタジタジだがまだ諦めてはいない。うーっしかしちょっと遠い、前に歩いて何かやりたいが、おーっさあ最高の飛びを通したが勝ったのは白。いやいやいや、それでは金子試合です。いやどっちだろう、これ決勝戦ですね。いや両方負けてるから、あソフェス3先、じゃあ3先にしましょう。白は金子は 1P2P あのじゃんけんしてください。ここから3先です、3先です。あ金子くんイグジットに合わせてコパンでお願いします。さあ決勝戦です、グランドファイナル、ヒデくんが勝ち逃げしたので今日は、いや面白いですね今日は、非常に面白い。金子ガイルです、金子ガイル、まあ、ガーサスにかなり来るようになったが、まあものすごい伸び方をしている金子、その試合数が強さを育てているが、その昔試合数では世界一だった平、その次がおそらく白だったんではないか。白平農業3人1セットはとにかく強かったが、ここで真空ナイスガード、そう後ろそばっとにファイヤー当たって、これはダブルサマーにしっかり先伸び、フラハス対小高、僕見てなかったんで見られなかったんですけど、小高勝ったっぽいですね。ということで今日は小高がそのまま優勝、素晴らしいですね、あいつは本当に強くなった。 KKY さん上にいたはずなんだけどね、ハジ、うん、ハジ DJ といい勝負、まああの二人はもう未来になってますね。うわーっとここで第5者真空、まだガード中足やる、金子ペースか、昇竜ここも許さん、よく画面を見ながら球を避けている。うぅさあ白の圧力寄ってくる寄ってくる、おっとこれもケア、しかし歩き投げ、これはすごい、
まずは金子が先制。三門選手ですからね。三門ですよ。あ、決勝戦リュウガイルとなった。2人の攻略レベルの高さが非常に楽しくなってきてる。うわ、前に歩いて目の前で止まるので、今度は逆に歩き投げ返し、前そばスタブ両方ガード、中足もガード、手堅すぎるぞ、白。ダメ、あー、ここで裏切った。真空、波動拳。ジャンプ攻撃、ガード下陣でアウトだった。歩き竜巻からスタート。いや、金子の歩き投げすごいな。さあ、めっちゃいい勝負している。シドビューもしかし全く崩れない。ダブル表だった。開幕はファイヤー対1、ここで詐欺飛びができるんだ。壊し、なるほど。ライアちょっと遅いからな、確かにな。裏剣が入るが、まだ白ペース。うわっと、さあ、詐欺飛びがうますぎる。詐欺飛びのうまさやばい。白が取り返して、これで1-1。やばいね、端っこのファイヤー絶対詐欺飛びだね。中足のファイヤーが相打ちになった後、空達から詐欺飛び行ったのやばかったな。うわー、見てからですね、今のは。おお、しかし金子の投げのさえっぷり、相打ちになる。歩きダイヤシクラウがそばっとそばっとにやり返して、今度は待つ。さあ、しかしこう、あーっと、まあ今のは勝負の投げだったので、そこはしかしここまで2回見られている。2回やった行動は真空で最大の正気。竜巻ガードになる。うっと、後ろに投げる、うまい。さあ、スタブの後はソニック打ちたいところですが、最速竜巻に負けるので、この体力だったらガード。さあ、第5真空怖い。うおっ、いい反応、遅らせの中足。真空は食らわないタイミング。決勝戦激アツだ。あ、昔超強かった白 VS 今超伸び盛りの金子、こんなにいい勝負になるか。なんとジャンプ強キックドラゴンスイープ、あれ2ヒット超むずいっすよ。確かに間合い的にスーパーサーマン入んなかったですね。うおっ、ダイヤスカルキャラハード。うおー、さあ金子2勝、先にリーチをかける。これすげえいい勝負だな。やはり白龍の押す展開が多いが、その押された後の金子の切り返し、これがうまい。見てから竜巻を食らっても完全に織り込み済み。
おー、あ、いい位置。うおー、金子リーチ、これはすごい試合だぞ。しかし白、開幕から歩きだけでかなり押した。さあ相模ジャブの後台足からキャンハード、なるほどね、なるほどなるほど、攻略のレベルがすごいな。そばっとにもいけんのかな、あれ。金子守りきるか、そこで真空下げ止め、しっかりうまい、端っこ詰めたまま、しかし金子リードが、うおー、対応しきった、優勝は金子、すげえいい勝負だった。今ので終わりです、今の決勝戦です、3先になったんで。はい、お疲れ様でした金子くん、はいはい、一言もらいましょう。金子ガエルです。今日のアニコレの倉橋さんと小高さんの調整相手でちょっと倉橋さんの相手させてもらったしてたんですけど、そのおかげだと思います。どうもありがとうございました。これからも頑張りたいと思います。どうです、どうも、はい、後で見直します。これすっげー面白かった名勝負。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。というわけで今日はですね、遅い時間になってしまいましたので配信はここでストップさせていただきます。もうちょっと気合い入れればよかった。いや、すげーすげーいい勝負だった。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。参加もありがとうございました。お疲れ様です。